ルピナス族は豆科の族の一つ。ルピナスの名は狼に由来し、吸肥力が非常に強い特徴を鈍欲な狼に例えたものである。和名はハウチワマメ族。寝生用が手のひら上腹用であることから付けられた。また、花の様子が富士に似ており、花が下から咲き上がるため、上り富士とも呼ばれる。体寒性、または 反対完成の一年草または多年草、一部寒木状になるものもある。地中海沿岸地方と南北アメリカ、南アフリカなどに200種以上が分布している。葉には長い柄があり、草丈は50から180センチメートルくらいになる。春から初夏にかけて、雄大な草状花状をなし、長径花を多数咲かせる。出根ルピナスの大きなものでは、 火水が60センチメートルにもなる、見事な花になるが、暑さに弱く、団地の気候にはあまり合わない。この属は、アメリカ、地中海沿岸地域などに分布し300種類以上、ある。古代には、食用、飼料用、石鹸の材料として利用された。日本では、明治期に、緑肥用作物として導入された。園芸植物としての栽培が始まったのは、近世に。 なってからで1911年にジョージ・ラッセルが改良種を開発し、多様な園芸種が作られるようになった。現在は園芸植物としての栽培が一般的である。ルピナスという名前は、ラテン語で狼を意味する、ルプスという言葉に由来する。牧野富太郎は、どんな土地でも育つたくましさが狼を連想させた。塚本陽太郎は、 ルピナスが大地を破壊すると言いされており、そこから狼が連想されてこの名がついたと著書で言及している。これに対して中村博士は語源は狼ではなくキリシア語で悲哀を意味するルペであると推定する。ルピナスの豆は苦く、噛んだ人が苦虫を噛みつぶしたような表情になることがその根拠であるという。なお、フランス語では アルセーヌ・ルパンシリーズの主人公ルパンと読みも綴りも同一になるので、原作小説の虎の牙の最後ではルパンが自分のせいになぞらえ、隠居したいの庭にルピナスを多数植えている描写がある。学名エルルティアスは妙。牙なのは、うちは豆。ヨーロッパ南部原産の反対完成一年層。全体に毛が生えている。葉は7または急に切れた手のひら状服用。 花水は15から25センチメートルで、早巻きしてフレームで育てると年内に開花する。花に甘い香りがある。切り花用に栽培されている。種名は黄色の。キバナルピナス豆の塩湯では、地中海地方でビールのつまみの定番として知られる。ルパン豆、またはルパンビーンズとも呼ばれる。学名エルヒルストスマイシュより大柄で。 特に葉が大きく、葉の先が下を向いて、傘のように見えるため、傘ハルピナスと言うべきである。南欧原産で、やや寒さに弱い。草丈60から90センチメートル。花も大きいが花月は、ややまばらで、花は藤色、または藍色で、花の中心部の白とのコントラストが美しい。種名は、ケムクジャラの、ラッセルルピナス北海道のルピナス。 草丈は1メートル以上になるがクメールパリフィリム、出根ルピナスとも言う。夏に休眠する体幹性の出根層だが、暑さに弱いため、団地では一年層として扱われている。アメリカ合衆国北西部の原産で、草丈150センチメートル以上になる。花色には紫、藤色、カバイロ、クレガイ、白などがある。草丈50センチメートルくらいの Y 聖種。 ミナレットもある。以下は外国の種病賞で種が入手しやすく、日本でも栽培可能な種である。アルボレウスエルアーボレアス、カリフォルニア原産の体幹性小低木で樹高1から2メートルになる。葉に白い毛が密生している。下水は10から30センチメートル。明るい黄色だが紫の品種もあり、強い香りがある。 テキサスルピナス学名エルテキセンシス化食は、白青白花ルピナス食用、白花ルピナス豆学名エルアルバス化食ジロ、乳白色白花ルピナス豆の塩茹では、地中海地方でビールのつまみの定番として知られる。ルパン豆、またはルパンビーンズとも呼ばれる。学名エルアンガスティフォーリアス化食ジロ、青紫大豆アレルギーを回避するための、 代用食品の原料にも用いられる。その種子は、ハウチワキナコ、ハウチワ豆乳、ハウチワ豆腐、ビーガンソーセージなど、いろいろな食品に使用されている。一部の甘味種を除いて、多くのハウチワ豆には、苦味と毒性を持つアルカロイドが含まれており、調理の全処理として、数日乾水につけて、アルカロイド成分を除く必要がある。ルピナスは、 他の豆科植物の多くと同様に根粒菌との共生で大気中の窒素を窒素固定して得ている。この性質を利用して古代ギリシア以来緑皮として利用されてきた。根粒共生を営む豆科植物の多くは同時に共通の遺伝子群を背景とするアーバスキュラー菌根共生によって土壌中の南洋性のリン酸化合物を菌根菌の 菌糸の広がる広い範囲から可用化して集めて吸収している。しかしルピナスは例外的に非近性植物の油中と同様にアーバスキュラー均根強制を行わないことが知られている。ルピナスは根から有機酸やホスファターゼを分泌することで土壌中の南洋性のリン酸化合物を可溶化して得ていることが知られており、この能力が菌根強制を行わない。 原因なのではないかと指摘されている。移植を嫌うので直巻きするか、移植時に根を傷めないようにポッとに巻くと良い。端気は9月であるが、暑さに弱いラッセルは10月に入ってから巻いた方が良い。種を一昼夜くらいぬるま湯につけてから巻くと、よく発芽する。日当たりと排水の良い、やや乾燥したところを好む。酸性土壌を嫌うので、火山培地では、 石灰で中和しておくと良い。欧米では花壇の背景に重要な植物である。切り花にもされる。ありがとうございます。